は10万2000を投入し9万、いや沖縄では軍人だけでなく9万2000の一般国民までが死ぬ遺体の想定である。何、多くの者がなぜ涙を飲んで死んでいったのだ。結果的な批判は何とでも言える。しかしこれは誰にしても日本を愛し日本の勝利を固く信じたればこそ命にかけて本土決戦を掘り出す。本土決戦となれば桜はもう咲かないな。前線連勝陸軍の栄光を守り戦争継続を遂行できるのは閣下だけです。どうやったら戦争を終結させられるか。それは